日中のファンが待ち望んだ大谷翔平とラーズ・ヌートバーの初対決は3打席連続三振で大谷翔平が圧倒したしかも全てが空振り三振であり決め球はスイーパー、スプリット、直球と思うがままに仕留めた対戦後2人のコメントは対照的だったよく狙ったとこには行ってたのかなと思うのでヌートバーの打席に関しては思い通りに投球できたかなと思います明らかに彼の勝ちだ 世界最高の選手にはそれなりの理由がある。今年以降また対戦があるかわからないがもっと対戦できることを楽しみにしている。一度だけでなくもっと対戦したい。第1ラウンドは彼が勝ったということ。今日の彼はとても良かった。淡々と答えた大谷翔平に対しヌートバーの言葉には悔しさが滲み出た。敵チームのファンが大谷翔平に大きな拍手と歓声。 野球の街セントルイスに大谷翔平がやってきたのは2019年6月以来4年ぶりとなった前回は3打数1安打当時はナ・リーグに DH 制がなく3連戦すべてが大打出場であり18年10月に受けたトミー・ジョン手術からの復帰過程で当番もなかった野球を愛する人たちにとって大谷翔平はたとえ敵であっても憧れ敬愛する偉大なプレイヤーとなる 選手紹介では敵地でありながらも大きな拍手と歓声が沸き起こり、セントルイスのファンが大谷翔平を待ち望んでいたことが分かった。それは地元放送局のリポーターのエンゼルスフィル・ネビン監督への質問からも感じ取れた。大谷翔平がセントルイスでプレーする。野球における彼の存在意義をどう捉えているか。指揮官は WBC 決勝で大谷翔平とトラウトの対戦が実現したことに触れながら熱弁を振るった。 野球にスイッチが入ることで野球は素晴らしくなるんだ。WBC の最後はどんな気持ちだったかをよく聞かれるが率直に言ってこのようなドラマや雰囲気を作り出せるスポーツは他にないと個人的には思っている。大谷翔平はこのゲームで特別な存在だ。ファンの皆さんが定期的に見られるようになることは楽しく素晴らしいことだ。野球界にとって素晴らしいことだ。 2020年から両リーグ DH 制が採用され、今季からメジャー全球団と対戦する日程に変更となったことで、各都市で二刀流大谷翔平のプレーが見られるようになった。野球界発展へ。大谷翔平の貢献度は想像する以上に大きいと感じる。大谷翔平はスーパーヒーローの才能を持つノーマルガイ。 今回、大谷翔平と野球の街をつなげるのに一役買ったのが、侍ジャパンで不動の一番打者を務めたラーズ・ムートバーだった。彼は知り得る限りの大谷翔平をセントルイスのメディアへ伝えた。大谷翔平はたくさん寝るんだ。昨日も食事に行くかと誘ったら寝てるという返信が来たよ。彼はありのままの自分に満足している。普通の人間、謙虚、オーラか。スーパーヒーローの才能を持つノーマルガイ。 そこが一番すごいことだと思う。人柄だけでなく野球選手としての凄みを話す際も彼の目はキラキラと光り輝いた。野球少年が憧れの選手について語る姿そのものだった。大谷翔平のような華麗でパワーのあるフリー打撃は今までに見たことがなかった。WBC のマイアミで大谷翔平がフリー打撃を行った後、カージナルスで同僚のアレなどと話をしたんだ。 あれなどは将来電動入りするような偉大な選手だけど、その彼でさえ大谷翔平のようなフリー打撃は見たことがないと言っていた。彼には今回ぜひ屋外でフリー打撃をしてほしい。カージナルスのチームメートに大谷翔平の打撃練習がいかにすごいかを自慢してきたからね。ヌートバーが尊敬する10年前の大谷翔平の姿。さらには大谷翔平から直接聞いた話として10年前のことについても触れた。 彼が最初に日本のプロ野球でプレーした頃は成功できるかという懸念があり、投手だけで行く方針があったと彼は言っていた。投打の両方でトップ10に入るようにならなければ、球団は二刀流を認めなかったのだと思う。大谷翔平は投打においてず抜けた才能を持ち、それを成功させる能力を持っていた。だから彼は二刀流として成功できた。 とととと続くにに新たな道を切り開き本当に彼がやっていいるここは素晴らしいことだと思うヌートバーが語るオニメンタル大谷翔平の性格はパーフェクトいくら褒めても褒め足りないそう思ったのだろうかついには生きる伝説と評される NBA の大スターマイケル・ジョーダンのドキュメンタリー番組マイケル・ジョーダンラストダンスのストーリーを持ち出して語り出した 今度は大谷翔平のメンタルについてだった大谷翔平は本当に大らかで謙虚なんだその上で全てを受け入れている他の人ならば誰でも気にしてしまうようなことでも気にしない周りの目を気にしていないんだマイケル・ジョーダンのドキュメンタリーラストダンスでジョーダンがホテルの部屋でハマキを吸いながら僕は部屋から出られないと話すシーンを思い出した大谷翔平が同じ状況だったら僕は大丈夫って言うんじゃないかな 僕には大谷翔平の性格はパーフェクトに映る。翔平と一平に会えたことは本当に良かった。ヌートバーにとって大谷翔平は確実に憧れの存在だ。しかし、それだけでは終わらなかった。野球選手として大谷翔平から吸収し、今回は技術を盗み自身の成長へとつなげた。3連戦最終戦。大谷翔平から3つの三振を喫した翌日、ヌートバーはタイミングの取り方を変えた。 右足を上げるレッグキックから大谷翔平同様につま先でタイミングを取るトータップへ結果キャリア初の4安打とし5月4日から6日の3試合で13打数9安打打率692の大暴れへとつながった素晴らしい投手である大谷翔平との対戦を経てメカニックを変えたそれがうまくいった今回翔平と一平水原通訳に会えたことは本当に良かった出会いから早2ヶ月 28歳の大谷翔平と25歳のタッチャンは今後も我々を楽しませてくれるだろう。侍対決と切磋琢磨をこれからも期待したい。